ども。ああ、神座、腕を硬化した怪我はない。また起爆符だ。やろ、影からは逃げたのにどうやって。そのチャクラ塔はあんたらにやられた悪魔の形見だ。俺の連れと違って賢い。カクザ、連れと違いってのは一体どういう意味だよ。力を失ったわな。カクザ、よく分析している。直接攻撃が効かねえとなるとどうする。驚け。残念だったな。はあ、なんだよこれ。すべて見せてもらった。それにこれほどのライトも。やっぱりすごい、カカシ先生は。大丈夫、シカマル。次はお前だ。うわっ。どういうことだ。そのつもりだ。気をつけろ、調子。なんだ。ほんとカッコつかねえな、おい。少しネタがありそうだな。本当に間違い。大丈夫ですか。ま、なんとかな。特にあのマスクの方が。一体どういうことだ。だが次のはどうだ。やるな、カカシ先生。確実に心臓を潰した。本来なら死んでるはずだ。さっき奴が影真似手裏剣を外して逃げた時もそうだったが。そんなことって。今先生の雷切りで一つ減ったがな。お前らの心臓でな。なるほど。同窓だったらめんどくせえんだよ。ねえ、あのヒゲ野郎、ちょいとは楽しませてくれるかもって。な程度じゃ無理無理。先生を悪く言うな。上司、うん、バカ野郎、あんな見え見えの挑発に乗ってどうする。ジョージ。
と思う。シカワル、どう戦う？引き離しましょう。私がやる。私が今一番チャクラを外したら、数分間は自分の体に戻れない。リスクが高すぎる。あいつは俺一人で捕まえる。どこからこそこそと行け、しかまる。こっちは任せて。頼んだわよ。二人っきりで楽しい散歩と行こうぜ。この時を待ってたぜ。カクズの方もさすがにもう終わってんだろ。あんたの相方の血だ。それがこっちの作戦だったの。アスマの命と引き換えに残した情報、あいつの気持ちはわからないだろうな。手当ては後だ。5分もいらなかった。動けるぜ。畑かかし。がむしゃらに俺ら二人を離したんじゃなく、わかるかこの意味。知るかよ。お前は俺の死を呪い殺した。
なんだ。俺たち一族がずっとお前を見張っておく。はあ。さあ、行くぞ。そんなもん怖かねえんだよ。狙うはオリジナルただ一つ。ナルト！誰！爆風が来るぞ！ナルト。